さあ、じゃあね。とりあえず先にちょっと車行ってもらおうかな。ってことでね、網野の方向かっていこうと思います。今ね、ちょっとちらっともう一回地図を確認してみてね。まあ、京都中間道とか使っていったら結構ストンと切るみたいなんで。ですけど、遠いね。いやー、遠いよ、これ。さあ、じゃあね、早速進んでいこうと思います。まあ、こっからはね、一応前衛動画ね、雑談はねできたらくらいで、なんかあったらまた喋ってきます。ドライブ動画でってことにして、そこかな。言うてね、そこ近況報告もねくそったりもないんでね、そんなに。生放送しなくなった要因の一つでもあるんですけどね、近況って言ってそんななんか毎日面白いことが起こるねことがあっても、その仕事で起こったことだと ね結局言えないですしね。うん、一応守秘義務とかそういうのが発生しますんでね、まあちょっとうるさいですからね、そういうのも。うん、京都方面、多分合流するところでまた大津のあたりとかはだいぶ混むんじゃないかなと思いますけどね。まあ、せっかくなんで京都入ってからね、ご飯を食べようかなと思ってますよ。さあ、どうなるかね、この先。なの久しぶりじゃないかな。このあれも言うて前回やったソーダ多い子、あれかもう動画出てる時にはネタバレしてるからいいのか、なんだ、丹鉄大江駅と、丹鉄大江駅と名鉄大江駅を、名鉄大江駅と丹鉄大江駅を間違えてしまったか。そうですね、本来行きたい場所 の名前が先っていう一応ルールにしてたっけな、うん、っていうことでね、まあその辺もね結構私忘れっぽいんでね、おいおいおいって逆になっといてないかっていうツッコミがねどっかで入りそうなんですけど、どっかではやらかしてそうなんですけどね、今まで何だったっけ、伊勢の長島駅 と、紀伊長島駅を間違えてしまったと、あとなんだ、四日市駅と五日市駅か、四日市駅と五日市駅と、あと四日市駅と三日市駅と、あと何だったっけ、三日市、四日市はあれですよね、鈴鹿ですよね、で、近鉄ないですけど、あとはなんだ、三日市と三日市駅と、三日市町駅ね、あれなんだっけ、河内長野市か、にある、三日市町っていうところ。
の、南海鉄道だね、の駅だったと思いますけど、あそこを間違えてしまったりやったのがあったかなとか、まあ結構なんやかんやとよう間違えてますね、私は。うん、あと一応あれか、亀山と亀崎もやったのか。あれはもう完全にバーターですけどね。せっかく、その朝一でね、紀伊長島行って、長島行く動画を撮ったでね、で、ちょっと行ってみたいね、亀崎駅ちょっと気になってたんで、行ってみたいなと思って行ってみたら、実際にね、めちゃくちゃすごい立派な、明治19年製のね、駅舎っていうね、あれ、やっぱしちょっと教えてもらったんですけど、やっぱ、鉄道系詳しい人に聞いたら、現役最後らしいですね。なので、実はやはりそっち界隈の方では有名な、ところだったらしいです。半田の方はね、なくなっちゃったんでね、その橋梁がなくなっちゃったんであれだったんですけど、亀崎の方は今まだ駅舎は残ってるよってことでね、すごいですね。今回どういう編集になってんだろうな、というか今後のね、投稿予定がね、とりあえず9月はその、あれなんですよね、休止があるんで、その休止まではもう、本当に動画投稿はミニマル、まあ1日1本、まあでもまあ1日1本言ったら多分一般的なあれなんでしょうけど。あとはニコ動さんの投稿の方との兼ね合いですよね、どれくらいその、お盆休みのでアップロードかけれるのかなっていうところなんですよね。あれもね、悩んでるんですよ。まあ多分この動画アップロードしてるときにはその結果はもう出てるとは思うんですけどね。多分概要欄見てもらったら、そのあたり、お盆前の動画ですでにだいぶ悩んでね、投稿点でだいぶ悩んでるなってのがね、概要欄見てもらったら分かると思います。最近ちょっとね、概要欄ちょっと長めにするっていう傾向を作ってますが、これね、その YouTube よりはこれね、ニコ動さんにあげるときにね、やっぱり、ね、概要欄多めてね、検索に引っかかりやすくなるんで、如実に出るんですよ。YouTube って言うて、もうほぼ自動的に、人気の動画から、順番に、ね、上がってくんで、ワードを解いてもね、そのワードで引っ掛けても、結局、人気の動画の方が上に上がって、そっちの方が見られちゃうっていう傾向があるんですけど、ニコ動さんの方のが、そういった時に1ページ目に乗りやすいんで、よく、ワンページアピアランスでしたっけね、とかっていうような感じで、表現したりするんですけど、1ページ目でね、ドーンと出てくるかどうかっていうのはね、非常に大きい。ね、何ページも見てね、さあ、一番良さそうなデータを精査しようっていうところまで、やる人っていうのは非常に少ないんですよ。私、どっちかというとやる人だったんで、いや、みんなやるやろうと思ったら、大体上の方に出てきたのをバーンって見るっていうね、いう人がやっぱり多いんで、そういう意味でもね、上に出やすいようにするためにはちょっとこれ言うと、やっぱり、まあ、ニコニコ動画の方のがこっちで、やりやすい。まあ、絶対的な投稿されてる動画の数が、やっぱ YouTube の方のが多いっていうのもあるんでしょうね。それもあると思いますけどね。まあ、そのあたりも、とりあえずね、伸ばしていこうかなっていうところですね。ニコニコ動画に関してはどうなんだろうな、既存のニコ動の視聴者さんにはうちの動画ってそんなに受けないとは思うんですよ。そのロジックはニコニコ動画に向いてるんですけど、ね、顧客層に合ってるかどうかっていうとそれはまたちょっと別の話なんですよね。なんて言ったらいいかな、やっぱニコ動で多分今見てる人、やっぱメインストリームは、ボカロと踊ってみたなんですよね。ボカロ踊ってみたがやっぱし強いなっていうイメージがあって。あとやっぱ政治系のチャンネルも、YouTube よりも規制が少ないっていうの
辞めちゃったじゃないですか。ステラジっていうのをやっておって、もともとは実は、時差まで第1回やって、で、1.5 回放送っていうのは確か残ってるかな。ニコ動でも、ちょっと試験放送やってみようと思ってね、まあ、全然うまいこといかなかったんで、もうそのまま、お蔵入りにしたとか、一応投稿したっけなっていうのがありますけどね。で、なんだったっけな。あとは、っていうのがあるんですけど、そう、ラジオ放送っていうコンテンツ自体がね、まあ、結局再編集しないといけないとかって言うんでね、1時間ものとか、尺が1時間とかになっちゃうんで、ね、確か喋っちゃうと。ページルートは、理科の方の活動、それから
私あのそのシダ植物の研究しながらそのプログラミングやってたっていうのはそれなんですよ。なんかもともとリカブレそのパソコンっていうのがやっとでき始めたよって時に、それだけ単体で作るのはどうかなっていうので理科の一環としてパソコンのやつが入れられたらしいんですよね。そのなんか流れ名残があるらしくて理科パソコン売ってたって。で理科の方の活動やってる人は少なかったんですけどね、うん、うちはなんかシダ植物の研究でもやるかってなんかやってましたけどね、うん、おかげでシダ植物だけは、シダ植物なら多分 YouTube 界で相当詳しい方って言えるんじゃないかな、どうかな。いや、あのシダ植物でちょっと調べてみて、あの大学の教授とか書いたらもう、ピュッとピュッと尻尾引っ込めますけどね。ね、そういうのとかやっていたけどね、そのあの時にその、の理科部の理科パソコン部のマスコットキャラクターを作るっていうので、作ったのが、勝手に作ったんですけどね、別になんか学校でみんなでさマスコットを作りましょうとかってそういうわけじゃなくてね、せっかくならマスコットキャラクターでも作るかって言って、あれ要はプログラミングの勉強するのに実はね、本当超基礎なんでベーシックの話なんですけど、ちょうどいいんですよ。サークルっていう、要は円を描く、まず線を引くっていうね、直線を引くっていうのが一番基本になるのかなと思うんですけど、直線を引っ張る、座標を設定して直線を引っ張るっていう、やつと、四角形を作るっていうプロ、言語、その命令文ですね、ラインと、なんだ、キューブ、なんだったっけ、ああ、やべ、忘れてる、四角を作るっていうのと、で、円を描くっていうのがありましたね。これがサークルですね。で、これも座標の設定とかをして、そうすると、これなかなか難しいのが、ちゃんと線のその座標と、その、できないと、ちゃんとあの、線とね、その位置にならないんですよね。ですからその座標位置を決めてちゃんと左右対称になるように座標設定を計算して、で、そこに合うようにあの辺の字口ね、赤い辺の字口を入れる、で青色を使って赤色を使ってっていう色の指定をして、さらに、ペイントっていうね、塗りつぶしっていう、命令文まで、打てるっていうことで、結構その基礎の基礎が詰まっているのがちょうどあのサイエン君なんですよね、っていうので、作ったっていう経緯があります。ですから一番最初に作った時のデータは5インチフロッピーに入っとって、それはさすがに、もう読み出せないですし、もうどこに行ったかわからないですけど、もしかしたら中学校の奥底に眠ってるのかな、わからんけど、もう開けないですよね、5インチのフロッピーディスクだったんでね。で、だからその5インチの時代が一応使ってるんですよね、パソコンで。今使ってる画像はそれを、あれ確かね、当時は一番最初に作ったのは赤色だったのか、赤色に緑のあのなんか絵だったような、そんなような感じだったと思いますけどね。で、初期のやつがいたら載せときましょう、こんなの。もし見つかったらね、で、こいつが、もし残ってたとしたら、1998年なんですよ。そう。最初の、キャラクターは1998年。中学生の時だったね。そうですね。中2とかに、中2病真っ盛りの時に作ったデザインはこれで。で、高2になって、うん、さすがにちょっとね、このデザインだとちょっとさすがになって思ってね、中2病すぎるなと思って、高2病の時に作ったのが今のデザインです。ですから、ただ、夏頃に確か作ってたはずなんで、それで、そう、夏でサマーだって言って、海でサマーだって言って、あの色にしたんで。色合いを当時もうスターステイルっていう言葉自体は使ってたんですよ。でまあサークル自体はプレゼントっていう名前になっててね、別にそのキャラクターって言って作ったわけじゃなかったんで、しばらくは全然別の道を歩んでたんですけどね、うん、で青色で作って、でちょうどその、プレゼントってその実は名前の由来もスターステイルもプレゼントも実は名前の由来って実はあのいろいろその意味合いはね、言ってますけど、今、現在、そのね、新しい、ね、その
創作の新しい提案をしていくプレゼンですね、プレゼンを行っていくで、視聴者様やその、ね、ユーザー様に、お客様に、素敵な、創作作品を、プレゼントするっていうプレゼントで、現代の、若者の当時はまだ中学生とか高校生だったんで、ね、当時高校生かそのサークル作った時は高校生か、だったんでその22年前なんでね俺だってさすがに若かったんですよ22年前はね、うん、そう、っていうことなんで、若者の今を、表現しようっていうので現在っていう意味のプレゼントねっていうその3つのプレゼントを、出すっていうのでプレゼンっていう名前でやってたんですよね。でそのプレゼンもで後からそのスターステールっていうのが2006年ぐらいからそのスターステールっていうのをサークル名変更して使ってでまたプレゼンに戻して、ブランド名としてはそのスターステールを残してみたいな時期があってで結局今は、スターステールプレゼンっていうのが正式名称で、動画活動とかの方をスターステールで、まあ、あとは秋口以降ぐらいからちょっとやりたいなと思ってるのは、その文芸活動とかの方は、プレゼンっていうブランドでやってたんでそれをもうちょっと復活させたいなっていうのは正直あるんですけどなかなかうまいこと、そこまでとてもじゃないけど今テーマ感もあるな、もうとりあえずニコ動のその動画投稿のやつと QC のやつと、終わらせてそしたらねまあ多分いろいろと結果が出てくるんでね、うん、まあ結果が出るところまではね頑張らないとねっていうところがあるんですけど多分もう多分特に仕事の方は多分あまりいい結果にならないと思うんでもうね、ちょっとダメかなっていう感じが漂ってますんでねでまあそうなったらもう完全に正社員の話もねなくなっちゃいますんでね、成長できない人間しか生き残れませんからね会社は、まあですので、まあ、最低限なんとかクビにならん程度にね、やっていく形になってもう、ね、多分この動画上がってる時にはそういう風にもう結果できちゃってるんじゃないかなと思います。まあちょっとだいぶ現実が見えちゃってるんでね、で、その現実が見えてる中でそのプレゼンの方もやってねで何かしらの方で結構そういった創作活動とかを出す方もなんか収益化とかそういったのがなんか今結構簡単に、できるプラットフォームができてきてるみたいなんでそのあたりとかも使ってねやってきたらなと思ってます。